ました。はい、まあ、予想してたのと多分違う結論だと思うんですけど、はい、まさにそれは感想としましては非常に残念であると言わざるを得ません。で、まあ、残念であるというのを意味なんですけれども、もちろんそれはあの私の、まあ、請求というものが、まあ、認められなかったという点で、まあ、主張が認められなかったというのはもちろん残念です。確かにあの、まあ、夫と妻ということであれば、まあ、妻といいますか女性というのは経済的に困難な立場であるというのは厳然たる事実としてあります。でもその夫といいますか男性だからといって、じゃあ賃金が高いのか、あるいはその安定的な雇用にあるのかというと、現状ではそうではありません。男性といえどもですね、やはり賃金が低い不安定雇用にやっぱり、あるといった困難な状況というのは変わらないわけです。ですからそれを単にですね、夫と妻、つまり男性と女性ということでね、こうあまりにも、まあ、類型化といいますかして捉えるというのは適当でないと思います。